新しい一歩を踏み出す人が多いこの季節。今季のドラマはテレビオリジナルのラブストーリーから小説が原作の青春ストーリーまで話題作が目白押しだ。しかし、中には視聴者を満足させられなかった作品もあるようだ。ランキングあり、2024年春ドラマ見るのをやめた作品は、そこで本誌では、春ドラマで見るのをやめた作品についてアンケートを行った。 かかからら5月なののの視聴者の期待に応えられなかったのは一体どの作品だろうか第3位は、花咲舞が黙ってない、日本テレビ系、2015年に案、38、主演でドラマ化された、花咲舞が黙ってない、を今田みを27、主演で再ドラマ化。池井戸潤の小説、花咲舞が黙ってない、と、不祥事を原作とし、 本部の臨転班に異動になった花咲舞が訪問先の視点で巻き起こる事件や不祥事を解決していく物語だ。教主演の前作が印象的だったからか、前作の主人公のイメージが強く、興味が湧かない、60代女性、専業主婦、前作で十分だった、40代女性、会社勤務、と再ドラマ化に疑問を抱く声が。さらに内容の先が読めてしまい、 飽きてしまった30代女性、会社勤務、ストーリーがありふれている50代女性、パートアルバイト、と続きが気になるような展開を求めている視聴者もいるようだ。第2位は366日、フジテレビ系 HY のヒット曲366日に着想を得たというオリジナルのラブストーリーで、広瀬アリス29が主役を演じ、前田ゴードン24、 が相手役を務めている。高校時代に、両片思い、だった男女が12年ぶりに再会し交際に至るも、前田郷敦演じる水野ルトが意識不明の重体になってしまい、という物語。なんと一話目で事故に遭ってしまったハルト視聴者は、全体的に話が暗い、30代女性、会社勤務、内容が重くて見ていられない、30代女性、パートアルバイト。 はじめから悲しい感じがして嫌になった、20代女性、学生、途中に年越しの幸せムードがあまりにもあっけないという印象を受けたようだ。また、展開が思ったのと違った、30代女性、パートアルバイト、一回見逃してついていけなくなってしまった、20代女性、会社勤務、と話の進み方やスピード感に置いていかれてしまう視聴者も。第一位はマミヤショータ・アキラ、 30が主演を務めている日曜ドラマ、悪魔、ゲーム悪魔ゲーム、日本テレビ系、99本集めるとこの世の全てを手に入れることができるという、悪魔の鍵、の秘密、そして、父親を殺した正体を馬宮祥太郎を演じる大立てる朝。日本に帰国すると命がけの頭脳ゲーム、悪魔ゲーム、に巻き込まれていくことに、最新の VFX 技術、視覚効果、を使った、 悪魔が操るデスゲームが舞台であるからか、悪魔が非現実すぎて入り込めない、60代女性、専業主婦、現実離れしたストーリーで中身に入り込めなかった、60代女性、パートアルバイト、とドラマの設定自体についていけなかったという声が。また、見ていて気持ちが落ちる、40代女性、会社勤務、進展が遅く飽きてしまった、50代女性、派遣社員、契約社員、 暗い雰囲気の中で進んでいく物語に退屈してしまった視聴者もいるようだ。徐々に盛り上がりを見せる春ドラマ。最終話まで視聴者と共に走り抜けることができるのは一体どのドラマだろうか。